はじめに弊社を簡単に紹介させていただきます。社名は松本機械工業株式会社と申します。ブランド名は MMK、松本マシン金沢の頭文字を取っています。左上のロゴは松本機械の創業当時からの主力製品であるチャックをモチーフにしています。本社所在地は石川県金沢市です。創業は1948年6月、従業員数は90名です。それでは本題です。商談取り、自動段取り替えで人手不足解消、働き方改革。イラストはお客様の現在の状況をイメージしております。多品種少量生産時代が到来し、変種変量もまた起きております。人手不足、それに対する投資をできるだけ低く抑えて、良い解決方法を導きたい。ほとんどのお客様の現在の状況であり、弊社も同じような悩みを抱えております。これらの課題を解決する手段として、自動段取り替えに最適な製品とシステムインテグレーションをご提案したいと考えております。自動段取り替え、一つ目の製品説明は AJC、オートマチック上チェンジチャックです。ベースチャックと交換プレートの写真です。AJC はベースとなるチャックメインボディ、交換プレート、ダブルシリンダで成り立っています。あらかじめ爪をセットしてある交換プレートをチャックメインボディに装着します。装着にはロボットを使用します。次に AJC の特徴ですが、分割構造になっているので、あらかじめ爪を装着している交換プレートで爪を一度に交換します。繰り返し位置決め精度は10ミクロン以下です。このオートマジック上チェンジチャック自体は唯一無二です。弊社のオリジナルデザインで、すでに30年以上の実績がございます。変種変量、システムインテグレート、取り巻く環境によりまして、最近は一気に販売数量が伸びてまいりました。今までの実績としましては、各種工作機械メーカー様のマザーマシン、航空機、エアロスペース関係のお客様で広くご採用いただいております。また、マークの形状に合わせた爪を交換プレートごとにセットするので、いろいろな異形ワークに対応します。次に交換プレートの装着アニメーションです。センターの緑色の部分が芯出し用の定番になっています。交換プレートは凹凸のテーパーではめ合い、位置決めします。ピンク色がクランプピン。これはスイベル。旋回をしまして、手前に引き込む動作をします。黄色の部分がマスター錠。マスター錠に接続するトップ錠。こういった配置になります。それぞれ動作します。それではアニメーションがスタートします。交換プレートが真ん中の芯出しテーパーにはめ合います。ピンク色のクランプピンがスイベル。旋回運動をして手前に引き込みます。そしてわかりづらいですが、マスター錠、トップ錠が動いています。もう一度同じ動きです。これが AJC チャックの基本的な動作です。こちらはロボットセル運転動画です。ロボットがバークの取り出しを行います。バークの取り付けです。ハンドチェンジャーを用い、ハンドを付け替えます。次は交換プレート用のハンドです。
ロボットで棚を引き出します。引き出しに交換プレートを据え置きます。ビデオはここまでですが、この後引き出しを収納します。AJC チャックはロボットセルで使われることが多いです。レイアウトとしてはこういったレイアウトとなります。1は旋盤第1工程、2は旋盤第2工程、その間に走行機付きのロボットを配置して、ワークストッカー、爪、成形リング棚があります。交換プレートの棚、ハンドの棚といったようなレイアウトイメージとなります。このイラストに書かれなかったものは、個々のお客様の状況にもよりますが、交換プレートの洗浄装置、ワークピースの洗浄装置、切り子の搬出装置、高圧クーラント装置、ミストコレクタ、自動計測装置、自動休止装置、その他いろいろな装置がこの周りに配置されます。これはタクトタイム、サイクルタイム、自動運転時間、ワークピースの寸法、いろいろなお客様の状況に応じて千差万別の組み合わせが存在します。こちらはチャックを洗浄する映像です。交換プレートを交換するときに必要なクーラントブローとかエアブロー、チャック自身を回転させた遠心力でキリコを飛ばすという一連の動作の動画です。このお客様はローダーをお使いです。動画では分かりづらいですが、エアブローを行っています。交換プレートの外周を破棄して、交換プレートを外し、一旦機外へ退避します。この後はクーラントブロー。クーラントブローをしながら主軸を回転させます。今度は一旦機外に払い出しした交換プレートを新たな交換プレートへ付け替えします。アニメーションで見ていただいた一連の動作が今こちらで行われています。ローダーが機外に退避します。これが一連のチャック洗浄動作の動画です。こちらは海外工作機械メーカー様マシンに AJC を装着した例です。ドイツのメーカー様です。工場内の機械風景です。旋盤ベースの対向主軸型複合加工機です。機内計測です。ワークコード HRC60 です。この後はハードバーニング。これは分かりづらいですが削っています。鍛錬と外形製作工程です。この後はウェットのグライディングです。砥石が回転しています。クーラントをかけながらグライディングをしています。こういった機械にも AJC チャックが採用されております。こちらは装着できる交換プレートの一例と交換プレート着脱写真です。交換プレートにフェイスドライバーを装着可能です。AJC の効果についてまとめました。一度に爪を交換します。
爪交換時間が圧倒的に短縮されます。ロボットやローダーを用い、24時間自動運転も可能です。高い位置決め精度が自動運転をお支えします。